阪神国道電気1系電車、阪神国道電気1系電車、阪神国道電気1型電車は、阪神国道電気が1927年7月の国道線開業に際して製造した路面電車車両で、同社が1928年4月に阪神電気鉄道に合併された子から、そのまま同社の併用軌道線1型となったものである。1型は1927年の国道線開業時に合計30両製造された。その内訳は1から10が藤永電造船所、11から20が田中車両、21から30が大阪鉄工所でそれぞれ10両ずつ製造されている。車体は全長 12.6 メートル、車体幅約 2.4 メートル、自重 17.6 トン。側面窓配置は 1D10D1、D、客用扉、数字、側窓数で初期の構成車らしく、リベットが目立つ構成の低床ボギー車で、前面は標準的な3枚窓であったが、各部が面取りされており、単純な平面ではなかった。この前面デザインは翌年登場した、新設軌道線の831型に継承されている。正面中央にエアインテークを、右側に行き先方向幕を取り付け、倉下にはトロリーレトリバー飛び塔を取り付けていたが、ヘッドライトは脱着式であった。車内はロングシートで定員82名であった。また、路面電車スタイルの低床車体ではあったが、扉部分の床にステップがなく、フラットであったため、扉の開閉と連動して動作するホールディングステップを備えており、後の併用軌道線車両共通の仕様となった。塗色は茶色で、車体中央に金属製の大きな車掌が取り付けられ、前面の左右と側面の両側に楕円形のナンバープレートが取り付けられた。台車及び伝送品であるが、台車はその後阪神の併用軌道線で標準となった汽車製造製ボールドウィン64から 20R を装着し、主電動機は三菱電機製 MB-162-LR、1時間定格出力 29.8kW を各台車に1機ずつ、計2機搭載し、後に一部車両は4機装下に強化、制御機は同じく三菱電機製の直接式制御機である KR-8 で、これは当時の日本の路面電車の標準的な制御機であった。ブレーキ装置は601型と、同じ SME 非常直通ブレーキを装備、こちらもその後の阪神の併用軌道線車両の標準装備となった。終電装置はトロリーポールを装備していたが、国道線は北、大阪線と異なり単架線だったため、当初より前後に各1機搭載で竣工している。1型は国道線の開業と同時に就役し、野田東、神戸間のロングランに従事したが、路面電車としては長距離かつ高速で走ることを要求されたために、主電動機の出力不足とそれに起因する故障に悩まれ、増備車の31型では、主電動機を4機装下に増強したほか、1933年以降には、モーターの電気子の巻き線を20から30に強化して、焼損事故の防止に努めた。1936年には着脱式だったヘッドライトを、固定式に改めて屋根上に取り付けた。戦時中の金属回収によってナンバープレートと車掌を供出したほか、2本ある窓、保護棒のうち1本も供出した。1944年には主電動機を換装の上4機搭載とし、同時に制御機も換装することを計画したが、戦時下の物資不足によって実施されることはなかった。併用軌道線の他形式に比べて、出力の劣る1型は、戦後は運用の中心を国道線から甲子園線や単架線化された北、大阪線にシフトした。この間、塗色を71系以降と同じベージュとマルーンのツートンカラーに変更。車掌は側面左側のドア横に、ナンバーは正面右下と側面右側のドア横に記入された。1947年3月に浜田車庫内で30が、事故消失し、17も半焼した。17は、側面下半分が、ノーリベットになって、正面のウィンドヘッダーが、平らになった形で復旧したが、全焼した30は1953年に廃車された。1949年には神戸砲のトロリーポールをワイゲルに変更。大阪型のポールは予備として残されたが、その後撤去された。保護棒も復旧されたほか、1950年頃には尾灯を正面、左窓上に移設した。1958年秋には22が、新設機動線の881系の一部車両同様、阪神パークで開催された科学博の PR のために、車体をイエロークリーム、屋根をグレーに塗装された。1960年代後半には使わなくなった行き先方向幕を埋めたほか、27が車体更新を受けて17同様側面下半分がノーリベットとなった。1954年12月15日の摂津車両での火災で26が全焼、翌1955年に廃車となった。続いて1957年には4両を廃車、その後は併用機動線の需要減に伴う減便に対して、余剰となった1型を廃車することで対応することとなり、1962年には4両を、1967年には3両、1970年と1971年には各2両、1972年には5両が廃車され、残った8両は1974年の国道線、西灘から上皇支援館廃止時に、全車廃車された。廃車後、浜田車庫内の牽引車として残った車両もあった。併用機動線の全線廃止後、車体更新を受けた27が甲子園阪神パークに保存された。パーク保存の際には、車体表記を1に改めている。しかし、園内をリニューアルした1991年頃に撤去されたため、現存しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。